まず紅海を渡っていく時の死、これは十字架のことです。もちろん十字架のことなんですね。でこの十字架は、これは主の十字架です。主の十字架、主の十字架と言いますのは、私たちはですね、もともとこっちにおりましたね。でここからエジプトからこちらに行くために必要なことは何だったんでしょうか。まずここにいるときに、もろもろの災いとかもろもろの奇跡っていうね、いろんなことを見せられました。モーセを通して10回ほどの奇跡が行われました。でもエジプトはですね、徹底的に逆らったんですね。ですからこちらにいるときに、私たちはこんな生き方をしておりました。こう書きますと、ここのところは自分です。そして自分が主人です。そして私たちの一番の、これは腹なんですね、ないんですね。ですから徹底的に自分の中心。そして私の周りは全部世、世、これ世なんですね。だからここの時にはいつでも人は世と争ってきます。これは隣人でもいいんですよ、家族でもいいんですよ。いつでもこれをして自分が主人であって、この世と戦っていく。だから自分が主っていうことは、自分自身が神様でもあります。このユダヤ人たちに対して神様が取った方法は、まずモーセを使わせたことでした。皆さんにもモーセが使わされたんです。ある時に誰かが訪ねてきたとかですね、ある時に教会を紹介されたとか、この間聖書に語っている九州の人がですね、電話の話をして、どうしてしたんですかって言ったら、関係ある教会だったんですね。そこにどうして行ったんですかって、娘が電話帳で調べましたってですね、そして行って、そこから本当にお世話になって、こうなってこうなってっていうお話が始まったんですけれども、電話帳がある面でモーセのようにですね、一つの道をつけてくれました。そしてここからここに出ていくためには、並々ならぬことがないとできないんです。あ、そうですか、こちらの方にイエス様の十字架を信じていけばいいんですねって、そんな簡単にはいかないんですね。いかないんです。ここからこちらに出ていくためには、どうしてもここの世界がダメだっていうことが気につかないといけないんです。だから自分自身っていうものに失望しない自分自身を主としていくっていうことが、これはダメなんだと。今までは自己中心にいろんなことできたけれども、この問題、あの問題、この問題ぶつかる、そして、ああ自分では生きていくことができないと思った人だけが、ここからこちらに行こうとします。そしてさまざまな苦難と、イスラエルのエジプトにもさまざまな苦難がやってきました。まず奇跡がいっぱいありましたね。杖が蛇になったりですね、ナイル川が血になったりとか、氷が降ったり、いろんなことがありました。でも途中からですね、この災いの色合いが変わりました。どういうふうに変わったかと言いますと、イスラエルの人たちは害を受けないで、そしてエジプトの人たちは害を受けていったんです。そういったところを見て、明らかにこれは神様を信じる、神様を望むっていうことと、そうでない生き方では違いがあるんだ。そしてエジプト人たちは430年間っていうことはですね、全く不可能っていうことの数字です。430年って絶対自分の力ではここから出ることができない、救われることができないっていう数字ですね。430年間もここに置かれました。そこにモーセ、自分たちに対する失望、そしてそのことが彼らの耳をですね、そば立てました。そしてモーセが言っている神、まことの神がいる、その神に従うことがいいということが分かりました。そして彼らはここで杉越の祭りを行いました。杉越の祭りを、そしてここで彼はですね、カモイに十字架をつけましたね。
そしてモーセに引き入れられてこの逃げてくることができました。しかしここのヨルダン川に直面しました。ヨルダン川に直面した時にこのヨルダン川はどのようにして意味かというと、これは水のバプテスマです。水のバプテスマでした。それは告白でした。信仰の告白だったんですね。その信仰の告白はイエスを神として信じるということです。イエス様を神様とするということだったんです。そしてここのところからこちらに行くにはたった一つのことで、行くことができました。それは両手を挙げることでした。モーセが両手を挙げて行った時に海はザーッと割れたんですね。あの両手っていうのはいつも私は思うんですけども、聖書では左手は神、人間の側を言ってるんです。で、右手は神の側を言ってるんですね。だと両手を挙げるっていうことは自分、左手、これ自分に対する降参と同時に右手っていうのは神様に助けを求める。だからここからここに行くにはあんまり大きな出来事なくてもですね、ちょっとして自分の告白によっていつも簡単にこちらに行くことができるんです。だから本当に今日来たのに救われたの、私なんか3年もかかってるのにっていう人がいますけどですね、救われるんですね。本当にイエス、自分がこれじゃダメだ、イエス様を神様としますといったその告白だけで私は救われるんです。それは自分の技ではなくてモーセのがこう開いてくださって、私たちはそれただこう渡っただけ、誰かがですね私の目取り直してくださって、そしてあ、モーセがこうしたら、あ、道が開けた、じゃあここを渡りましょうっていうぐらいで、だからここからここに来るっていうのはもう大変は大変なんですけれども、ある面によってはですね自分の努力とかなんかでは全くなし、ただ恵みによって救われるのです。そのことをパウロはローマ人への手紙の中で言っております。まずこちらっていうのはローマの1章の18節から書いてあるんです。ここの世界のことは要するに神ならぬものを神として、鳥や獣や這うものを浮かみ、そして心は暗くなる、虚しくなる、それ徹底的に自己中心走って、これが私たちのこの世の生活だったんだよとパウロは言いましたね。ローマ1の18からがそのことを言っております。しかしローマ人や手紙は私は言います、しかし今は立法に明かしされて、旧約聖書に明かしされた救い主が現れた。その救い主、この方はですね、本当に私の行いによらず、ただ信じる信仰によってイエス様を神様とすることによって私たちは救われるんだ。全部イエス様の御業で、私たちは何かする必要はない。イエス・キリストを信じるときにイエス・キリストがご自分のこの十字架、そこに私たちの罪っていうものをここにかけて、それでご自分が死んでくださって罪を許された、3日目の復活の命を私くだらくから、これは救われるんだと言いました。ここのところっていうのはちょうどこれで見て書きますとですね、信じるってことは本当にここからイエス・キリストの命がここに入るってことです。これがバプテスマなんですね。水のバプテスマ、信仰の告白です。そして今度はこの航海を渡ってアラノにやってまいります。そうしますとここのところに来ましてですね、皆さん教会に来てからハッピーハッピーですか、どうですか、もう幸せなことばっかりですか。そうではないですね。ちょっと今までと感じなかった痛みとか苦しみとか戦いっていうのをすごく味わってるんじゃないでしょうか。そのことをパウロはこう言いました。パウロはですね、またこの律法から救われて神様を信じたんです。信じてパウロは本当に命を全く受け取ったんです。で、彼はすぐ伝道し始めたんです。そして俺、あの人も救われ、あの人も、この人も救われ、でも途中から救われなくなっていくんです。
とは聖書に書いてないんですけれども、大体聖書から差し付くんですね。で、彼は悩み始めるんです。救われた時の勢いはどっかに行ってしまって、そしてすっごく悩むんです。彼は3年間アラビア砂漠に出ていくんです。彼は誰とも会わない3年間アラビア砂漠で生活するんです。3年過ぎてから今度は彼はイスラエルの北の方に移ります。そこで14年間過ごします。アンテオケの兵です。そして合計17年してから彼はみんなの前から使徒と認められたんです。使徒というふうに認められたのは17年後なんです。神様からの証明はもっと早いんですよ、もちろん。でもみんなから認められる。そして彼はその時に公にもともと出ることができなかったんです。何の問題があったんだろうか。これです。霊と肉の戦いです。これっていうものに彼はものすごく戦い時間を費やしているんです。それは霊と肉の戦いというのはこういったことです。ここはイエス様が主として私たちが来てくださったんです。しかしここのところは自分が主人なんですね。まだ自分が主人なんです。そうすると大変なことが起こるんです。何が起こるって、ここに主が一人おり、ここに主が一人おるんです。一人の中に主人が二人出てきますね。皆さんの家庭はどうでしょうか。一つの家庭に主人が二人いたらどうなりますかね。いや、うちの主人は主人役で私が主人だっていう人もいるかもしれませんですけれども、まあいずれにしても主が二人になってしまうんです。ですからクリスチャンになるってことはですね、主人が二人になってしまうんです。私とイエス様。そして当然主人が二人ですから、ここに覇権争いが起こるんですね。いつでもここに争いが起こるんです。パウロはこの戦いに苦労したんです。そしてパウロはこう言いました。私の内側には良きものがあるんだ。なぜならばイエス・キリストが私の側の主人となって、御霊が私の内側にいるんだ。そして御霊は私に対して、これをしてほしい、これをしてほしい、これをしてほしいという、その時に、ああそうだ、御霊が言うことはみんなその通りだ、御霊が言う通りするならば素晴らしいと分かるんです。分かるけどもできないんです。できないんですね。じゃあなぜそれができないのか。じゃあ自分の力が足りないのか。聖書は自分の力で生きなさいなんとは言ってないんですね。御霊によって、神様の力によって生きなさいと言っているのに、いいことだと分かってながらできない。それはなぜかってならばこれだったんです。自分が未だに主人となっているもんだから、どうしてもですね、このイエス様の考えがこちらに出てくるときに、ここのところ必死になってですね、阻止するんです。これ止めようとするんです。そしていや、イエス様はそういうかもしれないけども、私はこうしたいんだ、これをやってしまうんですね。ですからここのところものすごく苦しみました。これはローマの7章です。ローマの7章でパウロはそのことを私たちに語っているんです。パウロはやがてここのところに勝利したんです。そしてその後確信を持ってですね、御言葉を語っていくから、パウロが語る言葉に力がある。人々の魂をあっという間にこう変えていくっていう、そういった力がパウロにありました。それはパウロがこちらに移ったんですね。ここに勝利したんです。ではここのところからこっちに次に行くために何が必要だったのか。それはやっぱりこれも十字架が必要なんです。ここにも十字架が必要。そして多くのクリスチャンたちは
こっちの十字架のことは言いますけれども、こちらの十字架のことをとてもないがしろにします。じゃあこちらの十字架はどんな十字架というと、炎が十字架です。自分の十字架、聖書の中では何ともイエス様自身の言葉として繰り返されます。